どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ハーチュです。よろしくお願いします。お願いします。ブロガーで作家のハーチュさんにインタビューさせていただきます。ハーチュさん、今日発売ですよね、あの旦那観察日記。今日、あ、予約開始、ね、Amazon の予約開始したんですけど、ね、はい、インスタグラムとアメブロで連載中の旦那観察日記という、はい、猿エッセイ漫画が、はい、毎回見てます。ありがとうございます、はい、本日発売開始になっているので、よかったら Amazon など見てもらえると嬉しいです。お願いします。もう10冊買います。ありがとうございます、はい、何でも聞いてください。はい、ハンチューさんはその電通に入った時は、就職は最初からしようと思ってたんですか？思ってましたね、うん、というか周りにも学生起業家さんとかもいたんですけど、はい、そういう人たちってもうちょっと能力が高すぎて、うん、で就職っていう道は選ばないんだろうなと思っていたので、はい、なんか自分がそうやって会社に属さずに生きていくっていう選択肢を考えることができなくて、はい、で、いや、もう大学卒業したら当たり前のように会社に所属して仕事していくんだろうなって思ってました、はい、あ、それで電通に入られてっていう。でも結構エリートじゃないですか、なんか経営から電通に行ってっていうエリート街道じゃないですけど、まあ、確かにちょっとやっぱりこう社名のブランドみたいなところは考えながら就活してたかもしれないですね、はい、だからみんなが知らないような企業はほとんど受けてないんですよ、はい、みんなが知っているようなところで自分も興味ある業界っていうのを受けてた気がします、はい、まあ、大学生だからミーハーなんですよね、うん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 、そうですよね。絶対知名度と有名度というかで判断している部分が僕もすごいあったので、うん、絶対そうなりますよね。本当にこうね、自分の人生しっかり考えて、はい、で業界研究したりとか、はい、自分のやりたいことから会社を探していくっていう人たちもいると思うんですけど、はい、私はもうなんかすごいやりたいこととかあんまり思い浮かばなかったから、うん、だからなんとなく楽しそうなところで、はい、でかつこうみんなが知っているような企業の中から、はい、ここなら働いても楽しいかなってとこを順番に受けていきました。なるほど。え、ハーチューさんは今フリーランスとして、生きていらっしゃると思うんですけど、はい、就職して良かったと思いますか？良かったです。あ、どういったところが良かったって思いますか？私は新卒で大企業に入社して、はい、その後ベンチャー企業に転職して、はい、合計6年弱会社員を経てから独立してフリーランスになったんですね、はい、でやっぱりその企業に属している間に、はい、社会人としての基礎を教えてもらったと思ってます、はい、社会人の基礎って日本でこうビジネスをやっていく上ですごくこう礼儀を重んじる人たちっていると思うんですよ。でそういう人たちに対しても日本のビジネスマナーはこういうものなんだっていう知識が自分の中に入っているので、まあ、どんな人とも気持ちよくお仕事ができる基礎能力みたいなものを電通で叩き込んでもらったなと思います、うん、なるほど。そういう点ではいいですね、就活って。そうですね。じゃあ僕身につけずに社会に出てしまうってことですよね。まあ、でも全然それも独学で学んでいって大丈夫なこととかはあるんですけど、私の場合はやっぱ新入社員として研修で教えてもらったことですごく体系的に学べたし、まあ日本の新卒ってこういう感じなんだなっていうのは一生に一回しか味わえないじゃないですか。例えばなんですけど、お疲れ様とお世話になります。あ、はい、イベントでも話したんですけど、はい、それの違いとかって覚えてますか？覚えてます。お疲れ様が社内の人に向けてで、そうそうそう、お世話になりますが社外の人に向けて、うん、でこういうのとかって教えてもらわないと意外とこうスルッと、うん、なんとなくで使ってちゃったりとかすると思うんですけど、でもちゃんとそうやって研修で教えてもらうことによって、はい、社内の人にはお疲れ様です、社外の人にはお世話になりますだとか、うん、やっぱこう自分が分かっている方が周りの人とか社外の人とかにはきちんとしている人って見られやすいのかなと思います。名刺の渡し方だったりとか、はい、あと、まあ、ちゃんとこう飲み会とか行ったら、はい、翌日にはお礼のメールを送るだったりとか、そういうことってちゃんとした人と仕事をしていればフリーランスでも身につくんですけど、そうですね、私の場合はやっぱり研修で教えてもらったことっていうのがすごく役立ったなと思います。絶対身につけておくべきですもんね、こういうそういうところって。あと単純に、ね、楽しいんですよ、電通。電通ってね、電通ってでもなんか世間ではブラックみたいなことイメージがあると思うんですけど、僕この間 OB 訪問に行ったんですけど、めっちゃ多分みんな楽しそうで、ホワイトっていうか普通に楽しんでやってるから時間とか関係ないみたいな感じだったので、イメージがガラッと変わりました。あとね、なんか
うわこれ面白いなと思ったのがいくつもあって、はい、電通ってフロアごとに自動販売機が違うんですよ。へー、なんでだと思いますか？社長の趣味とか？いや違います。担当クライアントごとに、はい、じゃあ大塚製薬が担当しているフロアだったら、うん、もう大塚製薬の自動販売機、キリン担当がいる部署だったらもうキリンの自動販売機みたいな感じで、フロアごとに全部自動販売機が違う。気遣い、まあ、気遣いというかクライアントの商品をちゃんと自分が消費者として楽しむことっていうのが一番広告とかを発送しやすいと思いますし、そういう観点でそういう風になってるんだと思います。部署が決まるともう他のフロアには行けないようになるので、自分がお仕事する部署のフロアしか行けないようになっているので、同じ社内でも、はい、ちゃんとロックがかかっていて、で、あの一業種一社制っていうんですよ。広告会社が一つの会社で一つの業種しか打てないことだけど、あのアメリカとかはやっぱりそうやって一業種一社って言って、じゃあこの日産を担当してたらトヨタは担当しないみたいな広告会社が多いんですけど、でも電通とか博報堂とか日本の広告会社って結構同じ会社の中でライバル社を担当したりするんですね。だからその秘密の情報が漏れないようにそういうふうにまあちゃんとロックをかけていたりとか、フロアごとにこうもう文化も違うし自動販売機も違うしみたいな。面白い。そうそう、すごい面白くて、うん、会社に入ると会社員あるあるみたいなこととかも周りと共有できるようになるし、うん、とりあえず会社員結構楽しいんですよね。ありですね、就活、就職ありですね、うん、就職ありですよ。就職ありですね。社内恋愛とかもやっぱ、うん、電通みたいな大きい会社だとね、やりやすいし、綺麗な人も多そう、綺麗な人も多いし、うん、なんかいろんなところから転職してきた人とかも話が面白かったりするし、うん、いろんな人種がいるんで、うん、大企業は大企業でそれに楽しいんですよね。え、もしハーチューさんが、就活生に戻ったとしたらどこの会社に行きますか？いや、電通も楽しいと思う。でもサイバーエージェントとか Google だったりとか、はい、まあ、今勢いのある楽しそうな会社か、それかもう本当に泥臭いベンチャーとかもありかもしれないですね。今自分が好きなサービスを作ってるところとかもありかもしれないです。ベンチャーは自分で手探りで作っていくっていう楽しさがあって、はい、大企業っていうのはシステムの中で、はい、自分のなんだろうな、システムの中で動くっていう楽しさがあるんですよね。動かないものを動かしていくっていうのも、はい、それもそれで楽しいし、はい、それぞれ楽しいんですよ。フリーランスはフリーランスで楽しいしね。今はフリーランスとして生きていらっしゃると思うんですけど、それが今一番楽しそうなんですけど、僕から見たらどうですか？いや、フリーランスからもう戻れない、ね、戻れないですか、やっぱり、うん、私には会社員よりもフリーランスが向いてるっていうことだと思います。やっぱね、その人と働くっていうことはルールができていくっていうことなので、例えば大企業に属すと始業時間は何時っていう、その時間に会社のデスクにいなきゃいけないとか、自分はあんまり興味なくても他の人の事例を共有する部署会議みたいなものに出なきゃいけなかったりとか、その仕組みの中で稼がせてもらっていることっていうのはそのルールに従うっていうことなんですよ。だからまあ、自分が嫌だなって思うこともそれなりに自分の方が会社に寄り添っていかなきゃいけないんですけど、フリーランスだと全ての責任が自分にある代わりに全て自分の自由にしていいっていう。で、私はどっちかというと自由が大きい方が楽しいですね、はい、そうですね。ハーチューさんはもうフリーランスの中でトップの方だと思うんですけど、ありがとうございます。どういうふうに成り上がっていたという電通時代からブログは書いてらっそうですね。当時の電通はもうちょっと厳しかったので、はい、なかなかやっぱその対外の発信厳しかったんですけど、はい、まあ、その中でもブログは続けて、会社の仕事とハーチュー活動を両立してたんですね、はい、でどんどんハーチューの活動の方が忙しくなっていって、はい、最終的にハーチュー一本に絞ったっていう感じです。だから結構段階入ってるんですよ、その場合は時間かけてるんですよ。で、結構今ってその会社員をまず辞めてみるところから始めるとか、はい、そう、リスク取らなくていいとか言うと思うんですけど、はい、でもその取る必要のないリスクは取らなくてもいいかなと思っていて、なんかその会社員を辞めたら何かが始まるとかではなくて、はい、もう今これをやりたいから会社を辞めるとか、もうちょっとこう具体的に自分が踏み込む理由みたいなものが見えていた方がいいとは思いますね。なんか闇雲にフリーランスとかになるんじゃなくて、はい、自分の中でちゃんと冷静にメリットデメリットだったりとか、今後暮らしていけるのかとか、そういうことを整理してからフリーランスになるっていうことの方が私の性格には合ってました。いや、めちゃめちゃ大正論だと思います。僕もそのリスクっていう部分を取った方がいいみたいな風潮はあると思うんですけど、まあ、冷静にそこらを整理してっていう部分がすごい大切っていうことです。そうですね、まあ大
タイプにもよるのかもしれないですけど、私は結構石橋叩いて渡るタイプだし、あんまりなんかこう人に迷惑をかけたりとかしたくないんですね。なので、そう思った時に私は自分の収入、自分が生きていけるだけの収入は確保できる状態で、かつもしお仕事がなくなったとしても、すぐには貯金が尽きない程度のお金を貯めてから始めました、フリーランスの仕事は。もうなんかハーチューさん、まあ、ギャップがすごいあるなっていう、画面じゃないですけど、ツイッターとかブログとかで見てるハーチューさんとは実際のハーチューさんはちょっと差異があるんだなっていうっていう部分を知れて、僕はすごい個人的にすごい満足です。いやありがとうございました。ということで、ハーチューさんが宣伝したいものとかあります？ちょっと持ってきていいですか？はい、1月20日に仮想人生っていう、1月10日に1月10日に仮想人生っていうハーチューさんの本が出版される、出版されます。はい、出版されます。はい、どういった本なんですか？小説、小説なんですけど、そのツイッターの裏アカウントを使って、で、まあ、とあるセックスレスの人妻がいろんな人と出会っていって自分の人生を見つめ直すっていう本なんですけど、あの小説になってるので、就活生の人は、まあ、時間ないかもしれないですけど、就活終わったらか、あるいは移動時間に気晴らしとしてよかったら読んでください。はい、読まなくても買ってください。読まなくても買ってください。マジで読まなくていいから買ってください。10冊買います。グッズとして、はい、あのこんな風にいろんな人生を切り取ったような表紙になってて、中をめくっても表紙がこうバーッと続けるっていうのが特徴で、ぜひね、あのビジネス書とかに比べてすぐになんかこう、テクニックとかに結びつくものではないかもしれないですけど、自分の心の基盤を作ってくれるのかなと思います、小説は。まあ、私の本に限らず、よかったらこう小説を読む習慣を大学生にはつけてもらいたいなと思ってます。ぜひ買ってください。はい、はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。あとハーチューさんの YouTube チャンネルも下の概要欄に貼ってあるので、よかったらチャンネル登録お願いします。ハーチューで検索したら出てきます。はい、ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。